ませんよって。で、自分が発言することがどれくらい世の中に影響があるかということを自分自身は知ってなければいけません。だから発言には熟慮が必要だとか、そういうことが全部帝王学の中には書かれている。で、その中の最たるものが貞観政要といって、これは唐の時代の2代目の太宗皇帝という人の生き方を、その五経といって五代目の中宗皇帝に書物で教えたもん。あなたのおじい様という人はこういう生き方をされた方ですよという、民のために戦時でない時にはどうすれば平和にみんなが豊かに、で権力を持った人が戦争を選択したら民が一番苦しむんだということを教えてるんですよ。だからそのためには権力を持った人はどういう選択をしなければいけないか、どういう生き方、どこを辛抱しないかんかということを教えたものが、まあ貞観政要という、これが唐の時代に遣唐使によって日本に伝えられて、でそれを、源頼朝がそれを最初に勉強した人です。そして奥さんである頼朝亡き後の北条政子がそれが和訳をしたから、だからそれ以降我々も読めるようになった。当時の人は漢文をそのまま読んでますから日本人は皆読めた、中国語ができたんですよね、男は皆。だから でその後に徳川家康がもっと勉強したんですよ、帝王学を。だから徳川はあれだけの期間平和を続けることができる。でそれ以降で勉強した人が明治陛下です。この4人が一番帝王学を学んだ人なんで、武士道の教育だけはなしに帝王学を学んだ。 でもそれはリーダーにみんな学ばせた。ところが、戦後いわゆる第二次世界大戦後、日本が完璧に民主化されて、その権力を大衆に全部に権力を小さくしてみんなに持たせた。これが民主主義です。だから一票という、たった一票というけど、国家のトップに選ぶところまで響く権力を持ってる人間って何人いるかを考えてます。それは77億いる中で数億しかいません。例えば中国では国家主席は選べませんからね。アメリカと日本と、まあヨーロッパ、それぐらいでしょう。その後のところなんて、でそれは一票を行使するって、権力を行使するって。だから権力を行使する以上、権力を行使する人は常日頃からどういう生き方をしなければならないかということを学んどかなかんです。文句だけ言ったらええの違う、自分の義務はどうなのか、そういうことを学ぶ。これが帝王学。だから僕は武士道の教育プラス日本の教育の中に帝王学をいわゆる必須にしなかん。なぜなら彼らはみんな一票という票を必ず18を超えたら持ちよるからね。そういうことを帝王学が教育の中に入っていかなければいかんだろうっていうことを思ってて、まあもうちょっと帝王学って名前だけでね、みんななんか抵抗がある人がいるみたいだけども、いやいや決しておいしいもの食べるための学問と違うよという、そのね、内容的にはすごい尊いものですから。だって江戸時代のその江戸なんていうのは、家康自身がやっぱり貞観政要というそれを学んで、江戸そのものの幕府のシステムを作ってある上に隠元禅師が来て民の文化を合流させてるんですよ。で民も唐もいわゆる中国ではその漢民族なんですよ。で民は漢民族やけど、いや秦になったらもうこれはモンゴル系ですからね。本来の中国人から言わせたら本来の中国人ではないわけです、秦っていうのは。で民の前も元ですから、これもモンゴル系ですよ。その要は万里の長城の向こうから来たやつですよ、みんな。それにみんな国を譲られた。でそれで行くとやっぱり唐で教えた漢民族の教えで、民で教えた漢民族の教えっていうのが江戸で融合しようがです。だから世界で最も長い間平和が続いた。
270年間ね、戦争してないんですよ。こんなもん世界で特筆すべき長い時間戦争をしてない。戦争をしないってことはそんだけ豊かになるってことです。戦争でみんな貧乏になるんだから。で、世界は50年戦争をしない国なんてもう今でも少ないでしょ。戦後75、6年日本これで第二次世界大戦もやってるけど、江戸時代はこっからまだ200年平和が続いたからね、信じられない。75年だってすごいんやけど、もう今にも戦争しそうな状況やですから。尖閣でやドンパチがそんなこと言うてるけど、江戸は200年で、世界で歴史上2番目に長く平和を続けたのが150年。これが鎌倉なんですよ。だから日本の鎌倉と江戸を勉強したら、世界のいわゆる政治学者っていうのはどうすれば民を豊かにその暮らせさせられるかということは勉強できるはずなんです。何も昔の話やからって参考にならないことはない。昔できたんだから今ならもっとできなかった。そうという、だからここをちゃんと学べば、もう政治だって政治の手法だってなんか簡単に出てきますよ。そんななんかアルコール出て拭いてさけどアルコールは飲んだらあかんって、そんなことを言ってなくてもちゃんとねこうできると思う。そういうふうに思ってるんですけどね。遅れを取るなっていう、それは私も随分教師ですから取り締まったんですけど、そんな深い意味があったなんて分かんないでやったんですけど、他にその武士道でお家元がこれをという中身ございますか。だからね、例えばその義勇仁である。義っていうのは正義のことなんですけど、でこれのために武士は生きるんですが、勇っていうのはこれはまさに勇気ですよね、強さです。仁っていうのは優しさなんです。でこれ要は強いだけではダメなんです。優しくないと。でも同時に優しいだけではもっとダメなんです、強くなければ。でこういうものをトータルでものを考えないから、それをみんな切ってやるから、だから優しいだけだったら迷惑でしかないの。もうね、優しいやつってほんまに迷惑だよ。強さのない優しさなんてもう本当に死んでしまえって言うんだよ。ほんまに迷惑だ。だから優しいやつは強くないとあかん。